ピアノの音じゃなくて、ピアノの音も非常にいいんですけど、チェンバロの音、いろいろお聞かせしましょうか。遊んじゃいけないですけど、ついておりませんけれども、どうしてなんでしょうかね。ついてませんでしたっけ。ついてないですよ。どの辺の作品なのかしら。1000、じゃあやっぱり1030、相当後期の作品であると言えますね。トイレ行きたい。清水さん非常にお得意ということで。いやいや初めてですけど。私これすごい大変だったんで、このピアノじゃないのでとっても弾きにくいんで。なんかありますね。トイレに行きたい。これどうしようかな。ちょっとまあ食べながら聴いてください。いい。はい。お願いします。古楽の雰囲気を楽しんでThank you.
次はこれ第一楽章だけなんですけど、まあすごく長い曲で2本のフルートで、ピアノなしでドップラーって有名な作曲家で、あのフルートではどんな曲が、ハンガリアン田園幻想曲っていうのがあります。そうですね、これは、海外ではそんなに有名じゃないんですけれども、今あの言いましたハンガリア田園幻想曲、これは、まあ、名前の通りそのハンガリーのそのすごく田園風景をイメージした曲なんですけれども、これは海外で意味じゃなくて日本で、来日した作曲